まずはルチャリブレ最大の魅力である変幻自在のウルトラ空中殺法の使い手空中ファイター、トップ10を紹介しよう。現在はウルティモドラゴンとして、メキシコと日本を股にかけ大活躍する浅井義弘。少年時代からレスラーを目指し、どうしてもその夢が断ち切れず、1987年5月、単身自費でメキシコに渡りデビュー。天才的な運動神経とレスリングセンスで、次々に新しい空中殺法を生み出し、 88年7月、来日チャードを破り、UWA 世界ウェルター級、90年4月には、UWA 世界ミドル級の王座につき、2冠を制覇。90年3月に、ユニバーサル旗揚げに凱旋帰国し、一躍人気者となる。しかし、91年10月に主戦場メキシコで、UWA から EMLL に移籍し、ウルティモドラゴンに変身。日本では WAR に所属し、92年11月には、ついにエルサムライを破り、IWGP ジュニアチャンピオンを奪取。 だが浅井義弘として、ユニバーサルのリングで初めて披露した、あのラ・セブラーダの衝撃は誰も追い抜くことはできない。面白キャラクターの宝庫、それがメキシコのプロレスルチャリブレの世界だ。 Right.
They got me.